過ごし方を Hey girl 教えてください Hey girl だって僕たち SDT48。 ここは品川区戸越にある知る人ぞ知る有名人が集う雀荘ジャンワラ。今夜も開店いたします。ニーハオ、私店長のジャンシンガーピーフちゃんでございます。ヨロロ。そして店員のレザラもアルジです。よろしくお願いします。ヨロロお願いします。はい、そして先週に引き続き常連客の作家パーチャマトリアさんは、うん、プロマージャン大会のリーグ戦がございますため欠席となりました。うわ、大変だ、うん、はい。そしてお姉様、ドボン。どうも、ライフサイズのジャケです。お願いします。毎回何言ってか分かんないな。ライフサイズ、ライフサイズ、ライフサイズ、ライフジャケットのライフサイズ、ライフサイズの内書きです。内書きです。はい、もうすぐ童貞卒業ということでね。さあ、そしてもう一組お手伝いマン。どうもよろしくお願いいたします。出たー、出た。じゃあ、はい、いつものやろう。はい、自分たちの名前言ってください。マスラケイドル SDT48 です。はい、絶対マンでございます。先週に引き続き、はい、そしてですね、はい、実は、はい、ちょっとお手伝いマンいる中でちょっと発表となるんですけれども、うん、なんでしょう。あの、ビーフちゃんが、まあ、ジャンワラでずっとこの何週何週とあのお知らせさせていただいてました、はい、ザンリーグというですね、うん、麻雀の YouTube がございまして、うん、そこの女流大会、うん、ザンクイーンズカップで、うん、なんと、うん、ビーフちゃん優勝しました。おめでとうございます。おめでとうございます。これだ、これだ、イエーイ。そう、これ、はい、ごめん、段取り悪くてすいません。30万、うぇーい、ばっ、ありがとうな。というわけで、今週はあの童貞のアイドル SDT48 に、喜びの舞をあの踊っていただくということになりまして、いいんですか、はい、いいですか、あの、はい、歌がありましてね、はい、お祝いに歌ってくれるということで、お願いします。はい、よろしくでございます。よし、いくぞ。SDT48 Hey girl キスの仕方を Hey girl 教えてください。 Hey girl だって僕たち SDT48。 おお、すげえ、ちゃんとした曲ができる。まさらな気持ちで来てね。君が一番になれるよ。モテるやつらは Say Goodbye。 ここに来るなら DT じゃないか。真面目に生きてきただけなのに特別なこと何もしてない。恋愛の箱かけきキス好きすらない。誰か僕を救ってよ。無能できるエスラドテイ。 Hey girl キスの仕方を Hey girl 教えてください。 Hey girl だって僕たち SDT48。 ありがとう、やった。すごいしっかりした曲はあるんですね。かっこいい。で、あの、この曲カラオケでも配信してるので、ジョイサウンドで、すげえ。超やたろうが途中超かっこよかったな。かっこいい。途中ここはいい、ね。赤西くんみたいな。カツンで言うところの不良担当みたいな感じ。じゃあ僕亀梨くんだ。うわ、ぶっかやろう。ぶっかやろう。やりがろんね。やりがろんでした。はい、というわけで、はい、土曜日の夜はお付き合いください。君が一番になれるよ。便利
士、投資家、インテリジェンスギャンブラー、平井デッシン、またの名を予想屋マスター。競馬も麻雀も確率論、感情を排除しなければ勝負には勝てない、実力がある穴馬をプロの目線で発掘します。日本一の競馬予想屋が競馬の奥義を公開中。それではここからはトンニ局ゲストの登場となります、はいはい、そろそろいらっしゃると思うんですけどね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。イエーイ、こんにちは。デニスです。よろしくお願いします。デニちゃん、どうも。嬉しいです。今週もありがとう。すいません、忙しいと思う。いやいや、全然あの芸人時代にのデニスの話をちょっとしてなかったんで、うんうん、もう一個、芸人時代じゃない、ごめんなさい、ちょっと噛んでて、うん、の同期時代の話したくて、うん、やっぱデニスって同期の時やっぱ、うん、ほんとちょっと異端でしたよね、うん、なんか例えば、うん、あの演技の授業とかあったんですよ、うん、EX っていう、うん、あ、感情表現ね。そうで、うん、あの2人とももうやっぱ目立つから、うん、もちろん選抜に入れられるんですけど、絶対2人来ないんですよ。確かに言ってなかった。不良だね。不良ですね。不良だね。選ばれといかないっていう。一回それこそ僕らの時とかはヒップホップダンスの授業とか、あとラッキー池田先生のダンスとか、もう一切言ってなかった。うわ、不良だね。最初は行きましたけど、何がやねんって言って、でおい、ね、ネタで勝負やって言って、ボケケバブしかなかったっていう、もうそれでやってましたよ、尖った感じ。でもザ漫才の、ね、あのザ漫才で結局と一番最初にネタしたのデニスだもんね。ああ、そうでしたね。そう、21位みたいな、ね、認定漫才師ギリ51位だってね、入られず。でもそこでドーンって受けて、そうえ、これが選ばれなかったのかよってなった。なんか言い流れにしてもらいましたよね。昔、大昔、はい。大昔ですか、ね、いやいやいや、4年目とか5年目ぐらいですかね。10年以上前ぐらいですよね。まあ、今あのちょっと吉本がね、あの、はい、まあ、松本さんが審査員じゃない体育とかいう夜になってますけども、はい、我々ザ漫才世代じゃないですか。そうですね、レーザーラーモンもザ漫才、はいはい、出てましたね。ちょっとあんま認められてない大会って言われてでもザ漫才もめちゃくちゃ面白くて、ね、面白かった。いい大会でしたね。いい大会でしたね。たまたま花丸大吉さんが取ったということもね、ちょっとね、もっと言っていってもらいたい。そうですよね、ウーマンラッシュアワーとね、ハマカーンが取ったっていうことはもっと言っていかないと、ね、本当ね、本当だから15期行ったら鬼越トマホークも15期すごいな。私本当だから NC でこうやって見るときも面白くて、みんな面白くて、鬼越デニス摩天楼あたりが見た目のキャラすごい濃いみたいな、見るのが楽しくて楽しくて、おかずクラブもやっぱり見た目的にはパンチあって、であとニューヨークとか横澤夏子あたりが内容はめっちゃ面白い、ね。うわ、すごい世代やな。そうですね。ほんで石村ひろちょもいますから、ね。ひろちょがロマンチックね。すごい世代でしたね。生徒多かった時期ですよね。確かに。同期で東京だけで800とか900とかおったぐらいなって。俺だって、はい、あの夏合宿。な講師みたいなの行った、15期の時ですか。あ、マジですか。合宿行ってない。行ってないです。うわ、不良やな。そういうの嫌ないんですね。不良やな。合宿がえぐくてさ、はい、もうあのみんなが寝てるとこに、ね、もう山田さんがちょっと寝込み行けっつって、はい、寝込みで起こしに行ってさ、それを起こしに行ったのがもうパンサー向かいとか、はい、チョコプラとか、はいはい、前回ディスコさ、ディスコ来た時にそう話しましたよね、はい、そうそうそう、行って、あ、キラウラウラみたいな、うんうんうん、っていうすごい合宿やってる。いや、今じゃ考えられないけど、マジで行かんでよかったって思いました。マジで飯も食えない、寝れない、そう、別におもろいやつだけ飯食えるみたいな。行かんでも面白けば売れるっていうことをね、やっぱデニスは証明、うん、いや、売れてないから、売れてますやん、営業って地方で行ってるだけですよ。沖縄めっちゃ行ってましたよ、懐かしいですよ。沖縄行きすぎて、僕沖縄の居酒屋2軒にボトルキープしてましたから、そんなや、その定期的にね、吉本の劇場があって、そう、めっちゃ行ってたね、沖縄に、はい、で、うん、どういうホテル泊まってたんでしたっけ、クーラーが あれですね、LCH ホテルで、ローコストホテルってやつで、
1畳分しか部屋がないですよね。1畳を2階建てにして1階の玄関にシャワーがあって縦に階段登ってったらもうほんまに高さこんぐ天井寝転んでもこんぐらいのところにベッド1個分があって、はい、真横クーラーやね、うん、そうクーラーつけて寝ると朝、ね、足がエシしてる、ね、紫色に安村さんがだからあ青くなってきてますもん裸芸やのに舞台出る時も左足だけ青かったからそうあでも暑いからエアコン絶対エアコンつけないといけないっていう沖縄よ行ったらあの時な行ってましたよ、ね、もう沖縄もうええてっていうぐらいやいやむちゃくちゃ生かされてましたねクラブで遊んであれなんですよレーザーラモンさんとか劇場近い側のホテルやったんですよねまだねまだ、まだうん、そうやっぱり2、3型やちょっとねそうそうそう LCA のホテルそうなんですよそれで女の子ね僕らも当時ねやっぱ若かったんでクラブで連れて帰るみたいなんでクラブって行ったなみんなな、うん、やっぱそのねエッチする流れになった時に一回段上がってもらうのが恥ずかしいというお前どう分かりますLCH はそうなんですよ LCH はそうなんですけど女の子行った後にやっぱねその酔っ払ってみたいな綺麗は綺麗なんですよホテルがで狭くて綺麗だよって言ってなんかうーんってなんかチュッチュッチュッってした後一回その子が登ってくのをその流れで行けないんですよ流れ行かれへんな、はい、抱きながらとかベッドのとかで行くとかじゃないですよ一旦各自で登るっていうで、はい、でエアコンバでエアコン当たる当たるしっていうのでありましたねあれ、はいね、ちょっとでも結構ケツがそうだねケツがあるんですよ、ね、今日、実はですね、はい、当店歌えるジャンソージャンワラという、はいテーマでやっているんですよ、はい、で今週はあのリクエスト曲いただきまして、はい、セルジオ・メンデスさんの、はいマシュケナダという歌でございますマシュケナダこれ有名なあのブラジルのブラジルの曲ですね、はい、これどういう思い出じゃあるんですかこれお父さんと父親がブラジル人なんですけどドイツ人3人が肩組んで歌ってましたなんでドイツ人なんでドイツ人その日本で何ドイツ日本でで僕がその大阪に住んだ時に多分お父さんがその英会話スクールとかでも英語を教えたりとかしててそのドイツのドイツ語を教える先生たちと来てなぜかわかんないですけど親父たちがおーおーおーつってマシュケナダ歌ってたのをめっちゃ覚えてるんですよやっぱ思い出はい思い出幼少期はいブラジルの曲でいやこれねその気持ちで歌おうこの曲あの皆さんに聞いたらあこの曲ねって思うと思うんですけど本当難しいんですよこれんなんでちょっとビーフちゃんこれさすがにアルジさんも私も覚えられないと思ったんで、うん、基本ベースこのお二人に歌っていただきつつ、うんうんうん、コーラスで大合唱ということで、はい、今回は、はい、聞いたらね、あこの歌ねってなると思うんですけど、正面です、はい、これじゃあアメフトのこれもうめっちゃいいシーバーがめちゃくちゃレベルは高いですねこれシーズナスやつ、はい、アメフトの人やヘッドコーチ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 それでは歌ってまいりましょうセルジオ・メンデスさんでマシュケナダ。
曲ね。聞いたのか。いや、これ今までの大合唱でまたちょっと違う。はい。途中初めて。いやでも素晴らしかった。はい、途中僕も歌ったんですけど、その松下くんが歌ってることに笑っちゃって、まあ、彼は一切関係ない。なんで歌ってるの？ノブくんが。ノブくんの優しさが。マジでちょっと心打たれた。ありますか？で頑張ってカタカナ読んでたんですけど、サビまで全然読めてなかった。こんなに文字詰まってたっていうね。でもめっちゃなコンビ愛感じた。はい、ありがとうの。この後、この後のイベント何だったっけ？コンビ愛ナンバーワン決定戦。はい、自信はつきました。ついたな。はい、相手誰相手？マユリューカ。マユリカ。まあじゃあ、マユリカ、エルフとか大阪の勢いあるやつらですけど。負けないっす。マスケラーダで。そこまで気持ち入れてる。すみません、頑張りますけど。大阪いっぱい来とんねん、今ね。東京から、東京の方にね。はい、日本の社長とかも来て。あれも同期ですから。負けんなって。マルセイユとかね。マルセイユ、負けんな、マジで。セイユはちょっと弱いやろ。弱い、弱い、弱い。そんなことないやろ。弱い、弱い、弱い。弱い、弱い、弱い。一時期すごかったやん。日曜チャプリンね。そうそう、大阪で一時期、ね、大阪で一時期社員にめっちゃ気に入られてすごかったです。そっちのパターンですね。はい、知ってるんですね。というわけで、はい、お知らせの後はトン3曲でーす。さよなら。僕もやりたい。見る方が伝わる広告デザインのことなら無準社。それではここからはトン3曲コーナーに参ります。目指せレギュラーお笑いレンチャンバトル。はい、このコーナーは若手の芸人さんがレギュラー出演をかけ1対1で戦う熱いコーナーです。毎週1組の若手芸人が登場、2分ネタで対決します。2週にわたって2組のネタをご覧いただき、我々 MC とゲストのデニスのお二人にミクリエイ投票により勝敗を決定していただきます。はい、勝てばレンチャン、またこの番組にお呼びするということになります。それでは今回初めての挑戦者さんとなります、はい、生徒会長金子さんです。どうぞ。おめでとう。おはようございます。生徒会長金子です。今日は皆さんに大切な質問があります。声出てるな。皆さんは人と人との価値観のズレ、それって一体どこまで埋め合わせることができると思いますか？あれは数年前、僕ができたばかりの彼女に夜中急に会いたくなって、彼女が一人暮らしをしている家に走って向かって行った時の出来事です。彼女の部屋の前まで着いた僕は、彼女から渡されていた部屋の合鍵を使うと、こっそりと彼女の部屋に入りました。するとそこには彼女と見知らぬ中年男性がそこにいたんです。ちょっと、あまりの出来事に混乱して立ちすくる僕に向かって彼女はこう言いました。違うのか、猫くん、フェラまでは浮気じゃないから。フェラまでは浮気じゃないから。ダメだよ、童貞いるんだから。童貞いるんだから。僕は思った。新しすぎる。新しすぎるよ、その価値観。ふと気がつくと彼女は僕の横をすり抜けて部屋を出ていくところでした。絶対に逃がさない。怖い。僕は彼女を商店街の路地裏まで追い詰めました。怖いやつや。そしてそこで膝を抱えながら小刻みに震える彼女を見つけた僕は、彼女に向かってにっこりと微笑みかけると、力いっぱい彼女の顎を蹴り上げました。怖い。そして教えてあげたんです。フェラチオは浮気だよと。家に帰った僕は部屋で一人考えました。彼女にはあんなこと言ってしまったけれど、果たして本当にフェラって浮気なんだろうか。童貞の前でやめよう。人生で初めて真剣に考えて考えて考えて
ダメだダメだダメだ、一番最悪だ。その人夕食の食卓で僕はこの犬で行くことを母と妹に話してきた。ダメだ、妹も持ったんか、妹持ったんか。それと妹は僕に向かって行ったことだ。なんで言ったの。お兄ちゃんは全然悪くないよ。お、理解いいの。嬉しかった。理解は。それとその話をにっこりと聞いていた母はダメだとか僕に向かって一言。なんて言ったの。刺激、お食事中にフェラチオの話はしちゃダメなんだよ。お母さん、お母さんからフェラチオと聞くの嫌。そうだった。いつだって本当に大切なことを気づかせてくれる家族って本当に素晴らしい。そんな気持ちを教えてもらった夏の初めのフェラチオでした。以上、生徒会長金子でした。ありがとうございました。いやはい、生徒会長、猫さんでございます。スケジュールじゃ、あの、ね、僕やっぱエンタとかでね、はい、もちろん体験させてもらってたんで、はい、ネタがまさかフェラチオないと思ってるんで、った最近すごい衝撃、コンプライアンスに引っかかるライブっていうのを、あの館内でね、こないだもやりまして、はい、館内で、館内自体がギリギリやのに、はい、はい、250人びっしり入って、前に出てもらったあのスレンダーパンダさんじゃないですか、うん、あのゴリラのね、はいはい、あの時にライブに行った、ライブ見に行った時に、うん、生徒会長金子さんも一緒に出てらして、面白いなと思って電話声かけさせていただいて、本当大先輩なのに、何度も確認したんですよ、本当にこのネタで大丈夫ですか、はい、結果大丈夫じゃなかったね。いや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 、大丈夫でしたよ。もう童貞が喜んじゃって喜んじゃって、はい、どうだった、はい、すごい攻めたネタやられてて、え、ここって戸越銀座ですよね、中の V スタジオではないですか。V スタジオにふさわしいネタみたいな、ネタの神様出てたんだから。いやすごいインディーズ感が。いやいや、すごかったです、本当に。で、全然関係ないですけど、はい、松下くんと僕の相方松下くんとエッチしたっていう女の子とたまたま出会いまして、はい、え、じゃあ僕も相方ナンバーワンで好きなんなんで、うん、え、ちょっと申し訳ないけどノブ君ってどんな感じなんって聞いたら、言葉攻めで噛んでたらしいです。何の話よ。なんで下ネタかぶせてくるの。いや、どこで告白しようかなと思って。ペラチオって言える。言える、ペラチオってちゃんと言える。いや、だからペラチオでしょ。ペラチオ違う、全然違う。ペラチオの言い方お願いします、はい、ペラチオ。全然違う、全然違いますね。でもこれを審査するって難しいですよね。しっかりした漫才見させていただいて、はい、金子さんもこっちはコントで、はい、とまあでもここはちょっと、はい、好みでね、好み、うんうんうん、もし自分が勝った場合は次回もこのテイストのネタになるということを加味した上で、はいはい、なるほど。あのゲームしながら的には割と緩いので大丈夫だと思います。大丈夫、はい、うん、次何を見たいかね、次もう一本見たい人に入れましょう、うん、はい、フッサのクラブネタも面白かったな。フッサのクラブネタ、何言ってたの。フッサのクラブネタ、金子さんもね、あの YouTube とかいろいろやってタスクコマのね、あれとかもやってらっしゃった、ね、タスクコマの YouTuber の方に会いにリアカー引っ張って7泊8日すごい、コラボ、そうなんです。じゃあぜひコラボ、コラボね、何かありましたら、ぜひとも心霊とどうコラボするんですか。どうコラボしますか。横澤プロダクションでフラチオのネタする。心霊の皆さん、心霊の前でやる、霊の前でやる。というわけで生徒会長金子さんでした。ありがとう、またね。ありがとうございました。それではここで投票タイムとなります、はい、前回登場の真心タッチさん、そして、生徒会長金子さん、うん、今回どっちのネタが良かったか無記名でお手元の紙に、書いてですね、はい、ピーフちゃんに渡してください。はい、いや、やっぱあの、はい、バレたくない。そうなんすか、ないでしょ、一生恨むじゃん。そんな感じで、はい、では行きます、はい、金子さん、うん、フッサ、フッサ
金子さん。え？やったー！金子さんの勝利です。かけてきてるとこだったの、本当に嬉しいです。ありがとうございます。いやー、ふっさが、ふっさがなー。え、僕らフラチョに負けたんですか。おいおい、そうです、金子さんだろ、金子さんだろ、フラチョ。いや、フラチョ対決。フラチョ出ましたから、はい、はい、またちょっとゆっくり時間ある時に、じゃあ金子さんまた来てください。というわけで、はい、目指せレギュラーお笑いでっちゃんバトルでした。いやー、すいません、ちょっとケツがあるんですよね。いやいや、全然僕らそこごねてないじゃん。デミスさんケツあるんだよ、自分が早く終わりたいじゃん。怖い人みたいな。ケツ、でもケツでね、いろいろ怒られたりしたんですよね、ケツがあるでね。あー、いけちゃうようでね。ですね、大物俳優に。大物俳優、はい、ちょ、名前は言ったらあれですけど、やめときましょう。はい、ぶち切られましたね。はい、ちょっとトラウマがね。そう、小豆島で。小豆島で。はい、藤原のりかさんと増田翔太さんもいたんです。その中で、もう一人の俳優さんもいた中で、僕が吉本の劇場で一回東京に帰るっていうことで一流俳優たちが小豆島でオフっていうことで、何なんだと。わで、僕らも単なる漫才3分のために帰って怒られましたよ。うわ、で、あと私今回ジャワラなので麻雀の話も一切振らなくてね。あ、ノムコはやりますよ。そうなるんだよね、いつかやりましょうね。なるほどね、麻雀の話もちょっとできなくて、僕はチェスで。チェス、はい、チェス、はい、そうです、はい、チェックメイト、チェックメイトでやってるんで、そう。でも本当にディスコさんの時もそうだったけど、うん、デニスも本当にまたこう再会できて、同期でね、俺も10年ぶりぐらいに会えて、なんか思い出して、でも及川さんのこのずっとわーってなってる感じ、当時も確かにその感じあって、この感じでした。もうテンパりながら何とかやってるのか見ながら、いやでも本当に来てくれて本当にありがろんでございます。ありがろん、ありがろん、ね、誰と麻雀打つんですか。だから屋敷、アントニー、金ちゃんあたりが同期がやるっすね。本当に嬉しいです。本当に今日はね、来てもらって本当にありがとうね。ネスゲルもケツがありまして、そんなのありまして、はい、はい、というわけでね、そんなスケジュール忙しいやつを忙しいね、はい。では、はい、名残惜しいながらも、はい、今夜は店じまいとさせていただきます、はい。お相手はジャンシーがピーちゃんとレザラも RG とデニスでした。ありがとうございました。また来週、フラチョまたお願いします。